ただいまより、レシップホールディングス株式会社2025年3月期第2四半期決算説明会を開催いたします。杉本社長、よろしくお願いいたします。レシップホールディングスの杉本でございます。本日は当社の2025年3月期第2四半期決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。本日の説明項目ですが、ご覧いただいている順にご説明させていただきます。なお、決算説明資料の巻末にはご参考資料として当社の会社概要や事業内容、業績推移等の資料もございますので、必要に応じてご参照いただけますようお願い申し上げます。2024年7月に新紙幣が発行され、当社の主要なお取引先であるバス鉄道事業者様から新紙幣に関連するご注文を大変多くいただきました。全国のバス鉄道用運賃箱約6万5千台のうち、当社は約4万台の受注をいただき、7月の新紙幣発行までに約7割の対応を完了しました。残りについては今年来年にかけて順次対応を進めていく予定です。また、新紙幣以外にも移動需要の増加をきっかけに設備投資意欲が喚起され、路線バス用液晶表示器などの売り上げが増加したほか、物流市場の活況によりバッテリー式フォークリフト用充電器の売り上げも引き続き堅調に推移しています。それではまず最初に、2025年3月期第2四半期の決算数値についてご説明させていただきます。当社グループの連結業績につきましては、売上高は前期比41.8%増の103億1000万円、営業利益13億4900万円、経常利益11億7600万円、親会社株式に帰属する当社純利益は7億円となりました。続いて、売上高の増減要因を各市場別の売上増減およびその他要因にブレイクダウンしますと、ご覧いただいている通りでございます。輸送機事業では、バス鉄道市場が新紙幣関連売上の影響により大幅に増加し、自動車市場の売上も増加となり、増収となりました。産業機事業では、2024年3月に事業譲渡を行った高電圧変圧器事業の売上などが減少し、減収となりました。この結果、売上高は前期に比べ増収となりました。続いて、営業利益の増減を売上原価販管費による要因にブレイクダウンしますと、ご覧いただいている通りです。原価要因による利益の改善につきましては、商品構成が変化したことによるもの、販管費要因につきましては人件費、事務用経費の増加によるものでございます。次に、事業セグメント別の業績についてですが、こちらのページに記載の通りです。まず、輸送機事業につきましては、売上高は前年同期比63.4%増の83億1600万円、営業利益は12億2000万円となりました。輸送機事業における各市場別の状況についてご説明します。バス市場につきましては、新紙幣発行に伴う運賃箱の改造、ソフト改修、また運賃箱の買い替えによる運賃箱そのものの売り上げが増加しました。加えて、移動需要の回復に伴い、事業者様の設備投資意欲が喚起され、ライブや IC カードリーダーなどの売り上げも増加しました。鉄道市場につきましては、バス市場と同じく新紙幣発行に伴う運賃箱改造、ソフト改修などの売り上げが増加しました。加えて、ニューヨーク市地下鉄車両用頭部の納入も順調に進行しており、売上の増加に寄与しています。自動車市場につきましては、自動車用 LED 頭部の売上が
増加し増収となりました。損益面につきましては、増収に加え製品構成の変化による原価率の低下により黒字となりました。産業機事業につきましては、売上高が前年同期比 8.7% 減の19億7500万円、営業利益が1億4900万円となりました。なお、EMSS 市場の売上高は2022年3月期から収益認識に関する会計基準を適用したことにより、従来基準の適用時より18億円程度減少して推移しております。電源ソリューション市場につきましては、物流市場の活況によりバッテリー式フォークリフト用充電器の需要が底堅く推移しています。一方、高電圧変圧器事業の事業譲渡に伴い、関連製品の売上が減少し、全体では減少となりました。なお、この事業譲渡に伴い、これまでエコ照明、高電圧ソリューション市場に含めていた収益は、電源ソリューション市場に含めて表示しています。EMS 市場につきましては、自動車向け、産業機器向け基盤実装売上が減少し、減収となりました。損益面につきましては、減収及び原材料価格上昇に伴う原価率の悪化に伴い、減益となりました。続きまして、連結損益計算書の状況は、こちらのページに記載の通りでございます。続きまして、連結貸借対照表の状況は、こちらのページに記載の通りです。続きまして、研究開発費と設備投資の状況についてご説明します。研究開発費につきましては、上期は主に観光 DX 開発、キャッシュレス機器の開発、運賃箱 IC カード関連機器の開発などに充当しました。下期も同様の開発を進め、通期で6億円の投資を予定しています。また、設備投資につきましては、25年1月に稼働開始を予定しているレシップ電子の新工場や工場の物流設備などに充当しました。下期も引き続きレシップ電子新工場に関する建物や機械装置、金型やソフトウェアなどに対し投資を継続し、通期では16億円の投資を予定しています。続きまして、2025年3月期通期の業績予想と配当についてご説明させていただきます。まず、通期の連結業績予想についてご説明します。2025年3月期の連結業績予想につきましては、2024年5月に発表しました予想数値から、11月12日に発表した業績予想の修正に関するお知らせに記載の通り、上方修正を発表しております。売上高が対前期比 5.8% 増の240億円、営業利益20億円、経常利益18億円、親会社株主に帰属する当期純利益9億5000万円を見込んでおります。5月に発表した通期業績予想に対し、さらに増収増益となる見通しとなりました。通期業績予想を修正しました理由は、特に新紙幣関連売上が当初計画よりも増加する見通しとなったことや、移動需要、インバウンド需要の増加に伴い、バス市場における設備投資意欲が活発となり、液晶表示器や行き先表示器などの売上も計画を上回る見込みとなったことによるものです。利益面においては、増収に加え、売上原価率の低減により、各段階利益において前回発表予想を上回る見通しです。続いて、当社売上に影響を与えるトピックスとして、新紙幣の発行に伴う需要について詳細をご説明します。新紙幣は24年7月に発行され、当社は全国のバス鉄道用運賃箱について、当社シェア相当である約4万台の対応を担当しました。7
7月までに約7割が完了しましたが、残る約3割につきましては、事業者様の導入スケジュールや当社の生産能力に合わせて調整が必要となるため、25年3月期下期から26年3月期頃までに対応を行います。これまでは運賃箱の改造や運賃箱を制御するソフト改修が売上の中心となっていましたが、今期下期からは運賃箱本体の買い替えが中心となり、運賃箱の売上が増加します。先ほど業績予想の修正理由としてご説明しました通り、25年3月期の新紙幣関連売上は当初計画を上回る見通しですが、26年3月期も今年度増加分が減少するわけではなく、一定の売上を計上する予定です。次に配当についてご説明させていただきます。25年3月期の配当予想につきましては、業績予想修正を踏まえ、当初予想の 8.5 円から10円へ修正しました。引き続き株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と位置づけた配当を行ってまいります。資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応については、中期経営計画に基づいた成長戦略の実行を基本方針とし、事業ポートフォリオの変革による収益性の向上、ROE9% 以上の実現に向けた取り組みを継続してまいります。また、併せて株価を意識した経営を行う上で重要となる株主還元の強化についても具体的な施策を検討中です。これらの詳細につきましては、2025年3月決算と併せての開示を予定し、検討を進めておりますので、今しばらくお待ちください。最後に2024年4月よりスタートした3カ年の中期経営計画について取り組み状況をご説明いたします。現在進行中の中期計画は RT2026 Reach Our Target 2026というテーマで、こちらに記載の重点課題に基づき取り組んでいます。長期ビジョン達成に向けた戦略を事業構造の変革に向けた基本戦略と、それを支える全社戦略に分け、基本戦略は海外事業の確立、新規領域の拡大、収益性効率性の追求に取り組み、持続的に成長できる事業構造への変革を目指します。全社戦略はこれらを支える経営基盤を強化するために、経営効率の向上、新たな企業文化の醸成に取り組みます。計画の最終年度である2027年3月期の定量目標は、売上高240億円、営業利益率 5%、ROE9% の達成を掲げています。2025年3月期は、先ほどもご説明した通り、新紙幣関連売上の計上により、目標値を上回る予想となっています。ここからは基本戦略ごとに直近のトピックスをご説明します。一つ目の基本戦略である海外事業の確立におきましては、米国市場を中心に海外売上高の拡大に注力しています。バス市場では現在、ヒューストンメトロとトライメットの2件の大型案件が進行中であり、運賃箱の生産出荷が順調に進んでおります。一部は国内にて製造を行っておりますが、完成までの最終工程は米国の協力工場にて製造を行っております。納入先のバスすべてへの取り付けが終わり、研修が完了次第の売上計上となるため、今年度ではなく26年3月度の売上計上を予定しています。鉄道市場ではニューヨーク州地下鉄車両用道具の納入が進んでおります。本件は2018年に受注した全部で
1612両に及ぶ案件であり、2024年8月にベース契約535両分の出荷が完了し、現在はオプション1契約640両の生産出荷が進行しています。オプションフェーズに入り、生産体制も安定してきましたことから、案件全体で相応の利益が確保できるように努めてまいります。また、これらの次となる案件の獲得を目指し、バス、鉄道、市場それぞれで新規受注獲得に向けた活動を行っています。バス市場では、米国では公共交通への設備投資はすべて入札となるため、直接入札を継続して実施しています。加えて受注確率アップのために大手キャッシュレスメーカーとの協業体制を強化しています。当社製の運賃箱は現金特化型であるため、協力関係を築くことで、当社単独では入札できない案件での受注獲得が期待できます。鉄道市場では新規取引先開拓に向け、米国、ヨーロッパにおいて大手鉄道会社へのアプローチを行っています。次に2つ目の基本戦略である新規領域の拡大につきましては、当社にとって新しい領域である B2B2C 領域に対し提供しているモバイルチケットについてご説明します。現在、モバイルチケットは2020年からサービスを開始しましたバス・鉄道事業者様向けスマホ乗車券アプリクイックライドと2024年2月からサービスを開始しました観光市場向けモバイルチケットクイックトリップの2つのラインナップを揃えています。クイックライドはバス・鉄道事業者様向けに当社の強みである運賃収受ビジネスでの知見を生かし、回数券、定期券のモバイルチケット化を提案しています。クイックトリップはバス・鉄道市場の周辺市場として観光市場をターゲットとし、施設利用券やクーポン付きチケット、予約券など様々な券種を自由度高く多言語で取り扱うことができるダウンロード不要のウェブアプリです。クイックライドは10月末時点において導入事業者数が40社局以上となりました。既存事業での販路を生かし、全国のバス鉄道事業者様へ導入のご提案を行っています。クイックライドでは複雑な運賃計算が必要である回数券、定期券を取り扱うことができることを強みとしております。これらは日常的に利用されるチケットであるため、一度購入していただいたお客様のリピート購入が獲得できており、取扱い高は順調に増加しております。引き続き、将来的な利益の下支えとなるよう、導入事業者数、チケット取扱い高の拡大に努めます。クイックトリップでは、ターゲットである観光市場でのニーズが高い予約機能やダイナミックプライシングなどに利用できる同一券種の複数価格設定やクーポン付きチケットなどを追加開発したことをきっかけに、観光事業者様からの引き合いが増加してまいりました。また直近ではクイックトリップを生かしたシステム構築業務の受注も獲得できました。静岡県様からは2025年夏の富士登山シーズンから利用開始予定の入山管理システムの開発を受託しており、納入に向けた開発を進めております。当社にとって新しい市場である観光市場において、まずはアプリ開発会社としての知名度向上を目指し、さらなる実績づくりに努めてまいります。バス市場ではキャッシュレス決済比率の増加により、路線バスにおいても IC カード、クレジットカード、電子マネーなど多様な決済手段に対応したキャッシュレス決済端末の導入ニーズが高まっています。当社ではこれらに対応した製品を取り揃えることで、
例えばインバウンド観光客の多い路線では、日常利用者向けの IC カードに加え、クレジットカードのタッチ決済を導入するなど、地域事業者によって異なるニーズに対応します。引き続き運賃箱シェアトップという地位を生かし、導入台数の拡大に取り組みます。また、子会社のレシップ電子の新工場が竣工しました。現在、機械設備等の移設や納入を進めており、来年1月からの稼働開始を予定しております。受注が増加している車載向け専用ラインを設置するほか、屋根には太陽光パネルを設置しており、生産能力の向上と環境負荷の低減の実現を目指します。以上の戦略に基づき、事業構造の変革を進め、持続的な成長と企業価値の向上に取り組んでまいります。引き続き皆様のご理解、ご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。以上で説明を終了します。ありがとうございました。それではこれより質疑応答に移ります。それでは質疑応答に移らさせていただきます。まず、開始前にいただきましたご質問がありますので、お読みいたします。情報修正の背景について教えてください。新紙幣に関する売り上げは、ある程度事前に見込まれていたと思いますが、当初想定よりも増えた理由はなぜでしょうか。また、新紙幣関連以外にも売り上げが伸びた理由があれば教えてください。こちらの質問へのご回答お願いします。はい。1番目のご質問。新紙幣は、計画よりも、上回ったということにつきましては、基本的に、もう皆様が、毎日感じられているように、日々の、移動というのが、私どもの予想以上に、非常に回復してきたと。これが、大きな理由でございます。それから2番目のご質問。何でしたっけ？新紙幣以外にも売り上げが伸びた理由があれば教えてください。新紙幣以外の、売り上げの、上昇につきましては、基本的に、まずバスの新車の生産台数が、これは、バスメーカーさんからのお話でございますけれども、先ほど申しました、活動の活発化に伴いまして、新しいバスの生産台数の見込みが、期中に少しずつ少しずつ増えてまいりまして、それに伴いまして、例えば、新しいバスの中にある液晶の表示器やら、行き先表示器等々、そういうものの売り上げが、新しいバスの生産増加に伴って伸びてきたと。これが一番大きな理由でございます。はい。回答ありがとうございました。それでは2つ目の質問です。前期2024年3月期と比較し、通期予想について利益率が下がる要因を教えてください。また、来期以降の利益率はどの程度を予想されていますか？こちらの質問へのご回答をお願いします。はい。先ほどご説明しましたように、前の期におきましては、その新紙幣対応につきましては、基本的に既存の運賃箱への紙幣読み取りのソフトウェアの変更、あるいはアダプターの変更等々、運賃箱そのものよりは、それに運賃箱 に対するその回収売上といいますか、そういうものは非常に多くございました。それに伴いまして、交通は非常にかかるわけではございますけれども、いわゆる減価率という意味では、今期に比べて前期の方が減価率が低かったというのが一番大きな理由でございます。また来期以降の利益率はどの程度予想されておりますでしょうか。はい、来期以降の利益率につきましては、基本的に先ほどもご説明しました通り、運賃箱そのものの買い替えを行っていただくというお客様が結構いらっしゃいますので、そういう意味では、いわゆるハードウェア、運賃箱そのもの、プラス、ソフトウェアでの売り上げということになりますから、減価率という意味では、昨年度、
あるいは今年度よりは、高く、減価率が高くなるという見通しでございます。回答ありがとうございました。それでは次の質問です。路線バスの乗務員不足問題が話題ですが、レシップの事業環境や業績にはどのような影響を与えるでしょうか。また、乗務員支援システムを開発されておりますが、こちらについては今後どのような展開を目標としていますか。こちらの質問についてのご回答をお願いします。はい。運転手さんの不足というのはもうこれは大きな問題でございまして、現実問題、当社の各お客様でも、その運転手さんの不足による、減便等々は非常に発生しておりまして、これはもう社会全体としての解決すべき課題だと考えているところでございます。で、当社としましては、ライブ、いわゆる、その運転支援システム自体をこれまでも開発してきましたけれども、これからも、例えば、今までは、次の停留所はどこですよという、その、音声案内を運転手さんが手でスイッチを押してたものをバス自身がその自社の位置情報を売ることによって自動的にその自動放送を行うと、例えばそういうこと、あるいは運転手さん、不慣れな運転手さんに対して液晶の画面で目の前で、次は非常にその分かりづらい場所の場合、右に曲がってください。あるいは左に曲がってください。等々の運転支援のいろんなツールをご提供してまいりました。私どもとしましては、多分、これは法律の改正等々いろんな動きの中で、が必要になると思いますけれども、将来的には日本人ではない外国の運転手さんが必要になってくると。そういうことも想定した上で、その場合でも、その、差し支えのない、その、路線バスの運行ができるような、そういうことに、資するような、運転支援システムを今、開発中でございまして、これにつきましては、また、そのシステムがかなり、完成した段階で、皆様にいろいろお伝えしたいと。そういうふうに考えたところでございます。回答ありがとうございました。それでは次の質問です。上期の業績を見ると、下期は慎重に見られていると思われますが、何か リスク要因はありますか？こちらについてのご回答をお願いします。はい。基本的に、新紙幣絡みの売り上げにつきましては、先ほどご説明しましたように、約7割のお客様でもうすでにもう実施済みでございます。そういう意味では、いわゆる新紙幣絡みの売上ものに関しましては、下期が上期に対して多少減るというふうに考えているところでございますけれども、一方、先ほども申しましたように、移動需要の回復に伴いまして、新しいバスの生産台数も増えてきておりますから、そういう意味では多少保守的な見方をしているのかなと。いうふうに思っているところでございます。回答ありがとうございました。それでは次の質問です。米国での AFC 事業について足元の入札動向を教えてください。大統領選の結果はどのような影響がありそうですか。こちらについてのご回答をお願いします。はい。基本的に米国におきましては営業活動をやっておりまして、実際今入札に関しまして、すでに、札を入れていると言いますか、すでにもう入札が進行している案件もいくつかございます。それ以外にも、Request for Information ということで、これから入札をしますよということで、いろいろご案内をいただいておりますから、そういうものに対しても活動を行っているところでございます。今はその結果についてはお話しする段階ではないと思いますけれども、私としましては、これからもステディーな受注ができるような体制を作っていきますし、
そういうふうに持っていきたいというふうに考えているところでございます。あと大統領選の結果につきましては、基本的に予算というのは議会で決定されるものでございますけれども、基本的に共和党が上院、下院両方とも多数を占めている中で、どのようにその路線バスへの予算の割り振りが今後なされていくかということにつきましては、私どもとしましても注意深く見ていきたいとは思っておりますけれども、その影響については、率直なところ私としては今何とも言えないところでございます。回答ありがとうございました。それでは次の質問です。足元の PBR は1倍程度を推移しており、今後は PBR 向上も課題となってくると思われます。PBR や ROE の目標達成のためには、政策保有株式の縮減などの対策も考えられますが、何かお考えはありますでしょうか。はい。基本的に、当社が、今、PBR もそうですし、その、PR も非常に残念ながら、私どもが期待しているほどの今、株価にはなってないというのが現状でございます。それにつきましては、私どもの事業、先ほどご説明しましたような、今後の戦略に基づき、新紙幣による一過性の非常に良い決算が前の期、今の期、出ているというふうな、その見方をされている株主さんもいらっしゃると思いますけれども、私どもとしましては、より物から物プラスことへということで、先ほど申しましたクイックライト、クイックトリップみたいな新しい事業、そういう分野に今非常に力を入れて、開発を進めているところでございます。これにつきましても今後機会を捉えて皆様に、AFC オートメイティッドフェアコレクションシステムでの一本足だけの会社ではなくて、それをはそのトランジットマネジメントシステム、すべて の, その運行管理システムの中の一つのパーツとしての AFC であると、そういう会社と、そういうふうな取り組みを行っている会社であるということを、より IR を通じて皆様にお知らせしながら、皆様と、機関投資家の皆様、あるいは通常の投資家の皆様から、当社がAFC 一本の会社ではないというふうなことをよりご理解いただけるように進めてまいりたいと思っているところでございます。ありがとうございました。それではご質問も一巡したようですので、これをもちまして質疑応答の時間を終了いたします。それでは最後に社長の杉本よりご挨拶がございます。杉本社長、お願いいたします。はい。今回、こういう機会で皆様に当社の現状をご説明できることは非常に幸いだと思っているところでございます。私ども今とにかくトランジットマネジメントシステム、要は、その公共交通のフリートマネジメント全体により関われるような会社に変わっていこうというふうにいろんな努力を進めているところでございます。このあたりは私どもはこれからいろんな形で皆様にその情報をお伝えしたいと思いますし、その辺はいろいろご理解をいただけるような努力を今後とも進めていきたいと思っているところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。